こんにちは、栗太郎です。今回は初の後付けアフレコ挑戦していきたいと思います。第22弾ってことでね、再現するのはこの人。これね、めっちゃリクエスト多かったんですよ。方としてはね、そんなに難しいことはしないんですけど、再現していきたいと思います。なんか前の動画とテンション違わんって思った人もいると思うんですけど、ちょっとね、声加工するのめんどくさかったっていうのと、完全に夜のテンションなんで普段もっとねテンション高いんですけど、のびり語っていきたいと思います。で、バジの髪型はねめっちゃ簡単なんですけど、こうやって前髪の位置決めたら、そこにサイドの髪の毛をつなげていきます。わからんかったらね、こうやって引き出して角度確認して、で決めた位置で切るって感じですね。はい、超簡単。最近ね、栗太郎が YouTube に出してる東京リベンジャーズの動画見て、お店来ましたって人が何人かいて、それがもうめっちゃ嬉しいんです。めっちゃ感動的な音楽流れとる。とにかくね、通り部好きが増えて嬉しいって話です。はい、メイクいきます。メイクはね、いつもアクリル絵の具で描いてるんですけど、バジは釣り目なんで、ちょっと白目を描き足して目の縁を釣り上げさせて釣り目っぽくします。いやー、映画ねめちゃくちゃ楽しみですね。切実にペヤングのところ見たいんですけど、多分2時間じゃ間に合わんやろな。だからね、こうやって布教活動日々頑張って、来場者数をね増やして興行収入に貢献していきます。あ、これこうやってね、目の縁ちょっと赤くすると通り部の原画っぽくなって、なんかいい感じになります。でね、バジといえばね、眉毛やと思うんですけど、眉毛はもうめっちゃ大事。キャラの顔を描く上で眉毛めちゃくちゃ大事です。正直ね、眉毛似てたらなんとなく似るからね。でね、このね、パソコンに映ってるこのシーンね、めっちゃいいですよね。一番好きなキャラはね、千冬なんですけど、まあでも東卍のメンバーはもう基本全員好きっすね。で、なんかいい感じに眉毛できたんで、目の中ね、ちょっと光入れてね、精気を宿して、こんな感じ。スタイリングもね、なんか軽くでいいんですけど、ちょっとリバース気味に巻いて毛流れをつけていきます。もうね、カズトラとほぼ一緒。ほぼほぼ一緒です。で、なんかいい感じにちょっとツヤが出るバームっぽいスタイリング剤をつけると完成。いい感じにできたんじゃないでしょうか。今回はね、おまけもあるんで、ぜひ最後まで楽しんで見ていってください。では